光は人類が生まれた時から認知されてあるいはそれよりもっともっと昔宇宙が生まれた時から存在しているものです光というのは非常に古い学問です光を見ることによって形というものを見ることができますよね形を見ることによってそれがどういうものかを認知することができるしかしながら光というのは形を見るだけじゃなくてもっといろんなことがわかりますそれはなぜかそう光は色を持っているからです 光は色があるから白黒の画像では分からないような情報も色を見ることによって色が良ければそれは美味しそうに見えるかもしれませんし色が悪ければ傷んでいるかもしれませんまあこういうことを光を使うことで分かるわけですまあしかしながら人が認知できる光というのは赤緑青の光の三原色あるいはこれの組み合わせだけですしかし光の科学においてはもっともっと細かく光を分けます虹色7色でしょうか いえもっともっと我々が見えている光だけでも数千数万という光に分けることができます。これはなぜかというと光は元来波だからです。波なので青には青に特徴的な光の波があって緑には緑に特徴的な光の波が存在します。光は周波数を持つわけです。この周波数が少しでも違ければ同じ青色に見えたとしてもそれは違った光として認識することができます。さらに 青色の光を入れたからといって青色の光の周波数だけを注目すればいいかというとそうではありません実はほんのわずかですけれども緑や赤といった光に変わって出てきます実はこれが光の面白いところですこのように非常に細かい変化というものを数千数万の色に分けて分析するまあこうすると形だけじゃなくてもっと細かい情報がわかります例えばそれは分子がどういう状態で存在しているのかあるいはその物質がどういう機能を持っているか こういうことが分かってくるわけですこれをうまく使うと実は光を使った新たな医療診断っていうのにつなげることができますこれまで形しか分からなくてこれでは十分診断ができなかったことも光の色をうまく使うことによってより正確な診断ができるようになってきますまあこれによってお医者さんでなくても光の科学者光の技術者になることによって皆さんが患者さんの救世主になるかもしれません あるいは病の断りというものを見つけることによって医療の大発見をできるかもしれませんこういうことが光を使ったらできるかもしれない実は最近それができるということが分かってきたがために光というのが新しい学問として注目されるようになってきたわけですこのように光というのは非常に古くて新しい学問です人類は光によって見る力を与えられました 今後はこれを科学や技術の力を使ってより細かく光を分けることによって誰も見たことのない世界を見て世界を確信する、まあ、こういうことを光の科学では目指しています。